いやー、説明形式だよ。皆さん、お待たせしました。第7話です。色欲、夢見てるは夢見てる。お待たせしましたって、俺が作者じゃないけどさ。今回はね、4年前の事件ということでね、とうとう過去編ですよ。ちょっとこれまで過去の伏線がさ、ちょっと散りばめられとったけどさ、それが一気に解決するっぽいですね。でもってね、スタート画面からとうとう、てるくんがはぶられましたよ、皆さん。キラ先輩と、チェリーちゃんになりました。過去の2人ですね。というわけでやっていきたいと思います。よいしょ。キャプション。あ、これはいつも通りやな。ん ?20 歳未満のホストクラブへの入店は法律により固く禁じられています。なんだ、色欲を見た未成年がホストクラブへ入ったっていう事案が発生したことがあるんかな。それはあかんで、ホストクラブは男の世界、男の子じゃないわ、大人の世界だぞ、お前。未成年をホストクラブ入るなって圧を感じるな、これ。この顔。夢見ている。あなたは恐ろしい人です。ジェイソンさん。あなたにかけられた色欲の呪いが、私も狂わせてしまったのかもしれません。その時までせいぜい思い出を作っておいてください。俺たちの前に現れた謎の女性ジェイソン、彼女の口から聞かされた色欲の呪い、それは俺にかけられた呪いだと語った。だが俺にはその呪い、その言葉に心当たりがなかった。色欲の呪いとは一体何だ。これが前作での答えやな。前作で起きたことをまあてるくんが答えるとしたらこんな感じなんよな。制作アイムシアン、あ、いつもお世話になっております。ツイッターの方をフォローしてくださってるの知ってます、ありがとうございます。アイムシアンさん。ここは新宿2番街、オカマバー、モンスター。モンスターは、チェリーちゃんの店だろうけど、めっちゃチェリーちゃんに当てるような店の名前や。おいとキラ先輩は、ジェイソンさんに騙されていたことを報告するため、チェリーさんの店に来ていた。やっぱチェリーさんの、チェリーちゃんの店が、めっちゃピンクピンクしてる。風俗かってぐらいピンクピンクしてるやん。いかがわしい店じゃないだろうな。色欲の呪い。なんだろうな。ジェイソンのやつ、意味深なことを言いやがって。ジェイソンさんは夢から犠牲面を持ち出した。何かを企んでいるのは間違いないでしょう。誰かになり変わるつもりなのか。わかりませんが、わざわざ犠牲面を手に入れたんですから、おそらくは。何か嫌な予感がするな。てるちゃん、ちょっと考えを整理したらどうかしら。そうですね。あ、何これ。夢見の力を知っていた理由、それは何か過去に何かあったんだろうけどな。ジェイソンさんは俺のことも知っていた。初めから夢見の力を利用するつもりで近づいてきたんです。そう言おうたな。あんたが夢見ミミコの息子だと知っていたのよね。はい。ってことは、夢見ミミコの知り合いだったんじゃないかしら。え？夢見ミミコはテレビでは占い師としての一面しか出していなかったのよね。夢に入れる能力を知っていたのは、もっと深く関わった人間にしかわからなかったはずよ。依頼したことがあるとか、そのテレビに露出が多かったってことは、テレビのなんか業界の人間とか？いや、似合わないな。テレビの業界の人間っぽくないな、ジェイソンさんは。それこそ、夢の中で出会ったりしない限りはね。確かに、母が死ぬ以前にどこかで会っていたのかもしれません、ね。色欲とは何か。とうとうタイトルの名前が出てきたもんな、これ。色欲って言葉、そもそもどういう意味なんだ？言葉の通りなら、色に欲望と書いて色欲よね。
それってどういう意味だ？夏の滞在の一つ。え？肉欲とか性欲とかっていう意味よね。そのままの意味なら、色欲はドスケベの呪いという言葉になるはず。言うな、そんな。下心丸出しみたいな呪いやめろ、お前。思春期の少年か。思春期の少年が全員かかるやつか、それ。ドスケ。その顔の前にさ、ドスケベって4文字並べるな、お前。笑ってまうじゃないか、お前。ドスケベの呪い。そんな呪いが俺に。ああ。ギャグにしか見えねえな。でもテレはどっちかといえばクールだけどな。ムッツリスケベじゃないの。ムッツリスケベって言うたら出てきたじゃないか。だとしたらムッツリスケベの呪いかもしれないわね。だから出すな文字は。クールなふりして頭の中は性欲丸出し、恐怖のムッツリスケベの呪いね。やめろ、やめてくれ。ムッツリスケベの呪いってどういう呪いだよ。本当にどういう呪いなんだ。あのチェリーちゃんなんでそんな悪い顔してんの。まあ名前だけじゃ分かんないわね。ほんま笑わせに来てんよな。真剣な話だろうのに笑わせに来てんだよな。そもそも呪いとは何か。色欲の呪い、呪いというからには害のあるたたりなんだろうか。テル、お前、赤い糸の呪いもかけられてるんだろ。はい。だいたい赤い糸の呪いって何なんだ。あれはルナがかけた呪いなんです。夢の中でもお互いの場所が分かるようにってルナがかけたんです。それも呪いなんだよな。はい。ルナちゃんがかけたってことになるん。テル、言っちゃ悪いけどよ。はい。ルナ、ちょっと怖いぞ。知ってる。ヤンデレって何でも怖いよね。ヤンデレってさ、怒るとほんと怖いよね。俺は実体験ないけど。はい。そう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 。こういう一面がある。ネコルナがなんか関わっとるみたいな感じになってるけど、ネコルナは関係ないからね。だってさ、お前に呪いをかけてるんだろ。確かに呪いだとしたら、悪い意味に聞こえるわよね。おまじないとか言ってほしかったな。おまじないとか。はあ、でも、その呪いのおかげで夢の探索ができているわけですから。ルナのおかげで夢に引き込まれた人々を助けるという、俺の使命も果たすことができるんです。だから、赤い糸の呪いを受け入れてるのか。まあ、そうなりますね。確かにそうだわな。便利ではあった。テルちゃん、私、この件には何か大きな力が動いてる気がするの。シンジゲート、裏のシンジゲート。大きな力。そうよ。ジェイソンちゃんはあなたたちの夢見の力をずっと前から嗅ぎ回っていたんじゃないかしら。え？だって夢に入れる力なんて悪用したい輩もいるはずよ。なるほどな。ジムで働いているユリさんも自首したとはいえ、夢の中に死体を隠していたわけだしな。そうだったな。悪用しとんな、確かに。やろうと思えば、そういうこともできるんだよな。隠蔽、隠蔽だな。それは、そうですが。これ、思春期の男の子だったら、エロ本を隠すという発想に至るだろう。そして、ジェイソンちゃんの一件には、きっと、夢見みみこが繋がっているのよ。母さんが、ジェイソンちゃんがもっと前から夢見の力を知っていたのなら、当然あなたのお母さんの代から夢見の力に目をつけていたはずよ。だってテレビで大活躍していたものね。確かに。テル、母親の周辺で怪しい奴とかいなかったのか。お母さんがもうそもそもあんまり出てきてないけんな、このゲーム。母の周りにはいろんな人がいました。テレビに出ていたので、それこそテレビ局の偉い人やタレントなんかともつながりが。そうか、有名人だったもんな。ただ一つ気がかりなことがあります。どうした？母が死んだ時のことを俺は知らないんです。知らないって？
いつ死んだかは知らんけど小さい頃だったん？知らないって？どういうことだ？母が死んだのは4年前。結構最近やん。タイトル通りに4年前なんじゃ。確か、てるくんって今確か18よな。その4年前やけん中学2年生ぐらいか。この頃、てるくんちょっとニュースを悪めやな。俺は修行の一環として各地に現れた夢を母と一緒に回っていました。でも母が死んだその日、俺は夢の中で母とはぐれてしまった。そして母は帰ってこないまま時は過ぎ、ニュースで死亡したと伝えられたんです。ああ、死んだ時のことを夢の中で死んだんじゃ。死んだ時のことわからんのじゃ、はぐれとったけん。てるちゃん、それって、夢みみこが死んだか確認できてないってこと？確かに。ニュースで死んだっていうもんなんかちょっと疑わしいな。死体を見たってことなんだろうけど。はい。本当は生きてるって可能性はないのか？ちょっとありそうな気がする。なんか。夢の中で吐いて帰ってこないのなら死亡したんだと思います。あ、でもさ、夢の中ではぐれて夢の中で死んだとしたらなんでさ、現実世界におる人が死亡したってニュースで流れるん？なんかちょっと怪しいな。誤報か？誤情報流しとんちゃうんか？なんか裏の組織、闇の組織の隠蔽によるなんか誤情報みたいな流しとんちゃうんこれ。なんか、そんな気がしてきたんやけど俺。指の力には霊と戦う力はないので。それは、そうかもね。だって、もし生きていれば、ジェイソンちゃんもわざわざテルを探したりはしないものね。そうですね。話していても、糸口はつかめないわね。情報が少なすぎる。今度ジェイソンが来たら、監禁して吐かせるしかねえな。やだわ、ゾクゾクしちゃう。お前ら、ヤクザの人間じゃないのか、お前。この人たち、楽しんでないか？悪い癖の奴らだ。ここ SM クラブだったっけ？ 4 年前か。私とキレちゃんが出会ったのも、ちょうど4年前だったわね。ああ。え？そうなんですか？そういう感じで今回のタイトルに繋げていくんですか？私、その頃にゆめみみみこにも会ってるのよ。そういえば、以前にも知ってるようなことを言っていましたね。どこで会ったんですか？は、ん？え？やっぱテルは覚えてないんだな。え？その時、テルちゃんにも会ってるのよ。え？そうなんですか？小さい頃やけん覚えてない。中学やけんな、覚えとるだろう。テルちゃんも今とは全然違うから、覚えてないのは無理ないかもしれないな。そうね、懐かしいわ。ふふ、あの頃のこと少し話しちゃおうかしら。ああ、話長くなりそう。帰りたいよ。深夜番組見たいよ。お？誰だ？なあ、ムービーの最初のさ、ムービーと最初と、あの、連れ出して欲しいのとこにできた、あの、キングボンビーみたいな人誰やねん。誰やあれ。めっちゃ気になるしさ、
あれが気になりすぎて、途中のさ、新キャラクターができないキャラもおったのにさ、そっちの方にはあまり関心いかんかったんやけど。あと、てるくんの中学生時代の顔さ、オレキホーダローにすごい似とんやけど。あの、評価のオレキホーダローに。そう、あれは4年前のこと。私が新宿ナンバーワンホストになりたての頃の話よ。は？ちょっと待ったー。お、どうしたテル。テル、いきなり話を腰を折るなよ。チェリーさん、ホストだったんですか？そうや。あれ？話なかったっけ？ないよ。なかったよ、ホストっていう話。一階の方の字も出てきてなかったぞ、お前。初耳ですよ。生まれた時からおかまだったと思ってました。それは言い過ぎ。やだね、違うわよ。私も若い頃はあなたたちと同じ夜の獣だったのよ。男性は全員獣みたいな方が言うんじゃないわ、お前。どういう意味だろう。その頃の名刺もあるわよ。え？なぜそこにあるのだ。アウトしていつも持ち歩いてるのか。そしてそんなちょっと過去の思い出をそんなところに入れておくものなのか。え？テル君と似たような感じのオーラを感じる。この名刺の感じ。ホストでみんなこんな感じなんだろうが。オーガって。これが、わ、だ、し。現時では、オーガよ。あ、でも、弟の龍がと似たような、ちょっと、オーガと龍がで、結構かぶせてきとんかな、名前の感じ。うわぁ、チャラい。な、これ。キャラクターの名刺を集めよう。全部で8枚。コンプリートボーナスもあるぞ。名刺を集めるゲームになってきている。なんか知らんけど、名刺を集めるゲームになってる、これ。8枚って。ジムリーダーのバチじゃないんだから。これ集めたら、なんか、チャンピオンに調整できるとか、そういう話なん。でも、どうしてホストからお構いになったんですか？一度はナンバーワンホストにも登り詰めたんでしょ？ちょうどいいわ。詳しく話してあげる。夢見みくのこと、そして私がお構いになった理由よ。あ、その話は繋がるのか。夢見みくの話が出てこんかったら俺。もし出てこんかったらチェリーちゃんのことを殴ろう。